どうもプロボウラーの加藤です。いつもありがとうございます。今回は私のラインナップの中で一番の走り系を決めたいと思います。候補はウルヴァリン、そしてポリッシュしたミシックジャッカルです。ちょっと一瞬名前忘れかけました。ということで、ね、先日山本タクシーで山本勲プロがミシックを結構ポリッシュしたら走ってピンアクションは良くて、はい、結構使えそうだななんて言ってたので試しにポリッシュしてみました。はい、ということですね、今僕のラインナップの中ではウルヴァリン一番走り系なので、そのボールと比べてどうなのか1ゲーム投げていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いきます。ということで、まずはウルヴァリンから。これは曲がり方分かってるつもりです。ミシックはポリッシュしてまだ投げてません。ということで、ウルヴァリンから投球します。ちょっと落とした。はい、落としましたが薄めでギリギリストライク。ということで、今と同じところをピッカピカのミシックジャッカーで投球します。もうピッカピカですからね。はい、後半使えるんじゃないかなんていうね噂もあったので。さあどうですか。走りますね。まだ薄い。ちょっと曲がろうとしたところでピンに当たってしまったので薄めでした。これをこの後アジャストしていきますよ。まあ、ウルヴァリンもね、さっき完璧なジャストじゃなかったんでまだ分かんないですよ、どっちがどうなのか。で、今のファーストインプレッションではミシックの方が走るんじゃないかと感じました。はい、走ってからの寄ってき方がいいですね。あれがポケットにあった時にしっかり飛ぶのかどうか。さあウルヴァリン、いきますよ。はい、奇数フレームウルヴァリンしましょう。半分だけ右に行ってみましょうか。楽に。さあこれは完璧。はい、今と同じところ、もう一回ミシックいきますよ。はい、ミシック、色すっごい綺麗ですよね。光ったらより綺麗になりました。はい、さあ今と同じところですね。ミシックジャッカル。さあどうですか。ちょっと薄いですね。こっちの方はやっぱ走ってますね。はい、次からはミシックもアジャストしていきます。はい、でもう一度ウルヴァリン。このね、ウルヴァリンもやっぱ最高ですよね。転がりからの向きの変わり方強烈なんで、これで対象コアなんですけど非対称じゃないのっていうぐらいバックエンド強いですよね。はいはい、強すぎちゃいました。厚めの4番ピン。さあやっぱこっちの方が曲がりますね。走り系対決なんですけど、ウルヴァリンの方が曲がるということですね。スペアは危ない。アキスペア。さあミシックアジャストしますよ。薄め続きのミシックジャッカル。だから相当思ってるよりも相当走ってるってことですよね。思い切って1枚いきましょうか。さあこれで、おお、
さすがハイパフォーマンスのボールだけあって、ジャストのピンアクションえげつないですね。しっかり奥へ流し込む、パーフェクトストライクでした。さあウルバリン、ウルバリンはやっぱ厚めなんで半分戻ります。いきます。ウルバリンの方が曲がる、さあ来い。わお、ちょっと薄めなんですよね。あれだとオイル使いすぎてるんで、入ってるように見えて入ってないので、セブンテン、もう2本同時にタップしちゃいました。さあスペア、ちょっとボールが戻ってこないぞ。スペア投げましょう。ワンチャンこれ取れるかもしれないです。ちょっと熱いか、惜しい。はい、ということでボールが戻ってこないので取ってきます。さあこれはどうですか。完璧、はい、ということで戻ってまいりました。ミシックですね、ピンアクション良すぎてピンと一緒にボールが戻ってこようとして、見てください、傷つきました。もうショック、試合前にフィンガーのところが傷つきました。そしてなんかもうこの削れたカスがすっごい入ってますけど、とりあえず投げます。もうメンタル萎えました。いきます。曲がりはどうなった。くるくくるくくるくってなんだ、くるかって言おうと思ったら、はい、来ましたけど5番ピンが最後に倒れました。もうショック、メンタルがやられました。さあウルバリン行きましょう。さっきねセブンテン食らったんで、しっかりジャスト、オイル使いすぎないように気をつけてください。さあ来い。はい、ちょっと薄いな、まだねオイル使いすぎですね。はい、ラスト、ミシック、もうこれ間に合わないんで、試合にお留守番決定です。めっちゃえぐれちゃってる、かわいそうに。さあこれも走っていっちゃう。さすがにね、手前から出過ぎですよね。いくら走るって言ってもオイルないとこ行けば当然曲がってきます。はい、360はお友達ということで、360初めての空きスペアでカバーしますよ。これね、取れますよ。当たり前のこと言っちゃいけないですね。反対側行っちゃった。はい、ということでミシックで最後ストライク取って終わりましょう。もうね、傷ついてちょっと指輪なんとこガタガタになってしまっているんですが、手前から出さないように行きます。来い。はい、やっぱオイル乗ると相当進んでいきますね。ということで持ってるボールの中ではピッカピカに磨いたミシックジャッカルが一番手前が行くっていう感じでした。バックエンドの強さは比べちゃうとやっぱウルバリンの方が来てるのかなっていう印象ですね。色のせいもあると思うんですけど、はい、ということでまさかまさか撮影中にボールが思いっきり傷ついて
しまいました。まあ投げてるんでね、いずれはそういうことはあるんですけど、まさかこのタイミングでという感じでした。ということでミシックジャッカルですね、はい、ポリッシュしてもすごい面白いと思いますので、はい、手前行ってほしいなって思う方はですね、ポリッシュしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。